この辺りには何があるんだ。あ、八重地。これは良さそうなものを見つけたね。みんな聞いてくれ。なんだなんだ、どうした体温。ここはもうコロニーラムダの勢力圏、アグヌス軍との遭遇率がより高くなる。だからこそ着敵圏の中心に近づくよりはもっと前に、うんたらかんたら。俺は依存なし。太陽の言う通りにするのがいいかも。一回休もうってことか。ユーニが心配なんだな。休憩休憩、雨だしね。戦いの中にも休みがねえとな。まずは体を洗いましょう。さ、綺麗さっぱりだぜ。で、あ、そういえばさ、レベルアップ全然してなかったんだ。どんぐらい溜まってんだろう。36レベルから4、ボーナス経験値4万とか溜まってるんだけど40になりました。強くなった実感があるよ。じゃあ寝ましょう。ちょっと休憩。これメビウスだよね。でもメビウスが戦うはずないか。どういうことなんだ。いやー、メビウスマークだ。ありがとう。いい香り。当然だ、セリオスアネモネ。インビリア山脈に咲く希少な花から抽出している。なんだよ、趣味あるじゃん。実益も兼ねている。ふーん。
実益になったようだな。何よりだ。あ、知ってたのか。僕も同じだからな。え？武器を収め、仲間の顔を見回すといつも安堵する。これで今日は終わりだと。そして明日を考えると不安になる。明日も同じ顔が見られるだろうか。僕はここにいるだろうかと。刻印のが楽だよね。いつかわかる。でも戦いは、その時が迫ってもそう思えるだろうか。ん？僕にはわからない。僕たちには想像することしかできない。そこにあるのが満足感なのか、恐怖心なのか。怖いのは嫌だな。僕もだ。だからこそ。力任せに一気に駆け抜けた方がいいんじゃね。いや、メビウスの襲撃を受けやすい場所は避けた方がいいって。おそらくだが、ここ一帯を掌握しているのは以前僕が所属していたコロニーだ。おお、本当か。体温、昨日のレオニスは。ああ、コロニーラムダのものに間違いない。もしかして結構危ない状況。タイオン、ここ詳しいのか。掌握作戦に参加したことはある。何かいい案でもあるの。それはタイオン、確かそれなりの規模の行動があったはず。いいんじゃねえか。敵はやってくるかもしれんが、地下に潜れば少なくとも大掛かりな鉄巨神に襲われることはね。行動、興味津々も。お宝が見つかりそうも。もももも、もそれが最善みたいだな。ノッコン可愛いね。しかしだな、長い間使われていないものだから当然落盤の危険もある。いざという時の逃走経路が限定されるというリスクも。いやいやいや、言い出しっぺはお前さんだろ。なら他に策があんのかよ。それともここでずっとテント暮らしを続けるか。それは。はいはい、そこまで。どのルートを取ってもリスクはついて回るんだし、ここは少しでも楽と思える選択をしましょう。悪い方に考えないで、前向きに考えれば自然と道は開けるわ。ミオちゃん、急にどうしたの。年長者としての存在感を示したいんだな。けなげだね。そこうるさい。よし、行こう。目的地は行動だ。あ、ちょっと待って。お母さん役だね。ということで行動を目指すと。ここからでも体験が見えるな。ノポンも10年司会もしないのかな。年長者、わら。ノポンは関係ないらしいよ。瞳持ってないらしいから。まだまだ発見がいっぱいだね。ここから行動か。いいな、君は。あ？その根拠のない自信、分けてもらいたいくらいだ。あれこれヘみたいな理屈をこねくり回して結局動かねえより何万倍もマシだろうが。誰のことを言ってる。さーてな。自信なんてねえよ。俺は動かなきゃならない、そんだけだ。意味がわからん。お前さんだって動かないなりの理由があんだろ。怖いのか。
ノアがな、よく言うんだよ、背負い込むなって。俺が動かなきゃいられない理由分かってんだよ。あいつ間違ってるって言ってんだ。そう言われてもな、正そうにもその相手はもういねえ。だからこれしかできねえ。お前さんだって似たようなもんなんだろ。ま、でもよ、お前さんのその慎重なとこ嫌いじゃねえぜ。言ってることがさっきと真逆だが。前言撤回ってやつだ。仲良くなってきてる。いいね。ムズムズしちゃう。ムズムズしちゃう。こういうの僕嫌いじゃないよ。いいよ。もっと仲良くしていこう。ペンテラス地方だって。新しいエリアに。これは良さそうなものを見つけたね。突入。遊戯の剣さまだ。わからないこと多すぎていろいろ考察しちゃう。結構なダンジョン。インビディア行動。ペンテラス地方。この行動の大きさならレウニスも襲ってこないだろ。この先も何があるかわからない。慎重に進もう。当然だ。急ぎ抜けたいところだが、慌てても仕方がない。この辺りは鉱石やジェムストーンが豊富も。早く行くも。お宝は全部いただいていくも。桃？リクのテンションが高いですも。桃、ジェムストーンは使い道が豊富も、今後の役に立つも。リクが楽しそうだからびっくりしましたも。そういうのが好きなんですも。まあ趣味みたいなものも。マナナは料理が好きですも。それは知ってるもん。リク好みのジェムストーンを見つけたら拾っておこうか。ついででいいもん。使い道はあるからノアたちの役に立つはずも。ついでなんてらしくねえこと言うじゃねえか。ノポンは戦わないもん。でもお荷物になるのはごめんもん。マナナたちも戦えたらお荷物になりませんもん。そんなこと気にすんなよ。役割分担ってやつだろ。マナナたちもインタリンクできたらきっとお役に立てますもん。そんなことができるならとっくの昔にやってるもん。そうだな。ひとまず行動を抜けるのを最優先に鉱石があるか探ってみる。俺たちにとって役立つものならそこをないがしろにはできないしな。わかったもん。それで問題ないもん。しゃあねえな。俺も手伝ってやるぜ。なんつまで。お前に恩を売っとくのも悪かねえからよ。もうどうせそんなことだろうと思ったもん。ヒーロークエストなの。ノポンの勧めヒーロークエ。もしかしてさ、このクラスのさ、この謎の生命体さ、これ見て、ほら、頭左側のシルエット見て、ほら、頭がリク、これノポン。これノポンだな。あとさ、僕の頭でいつも見てなかったんだけど、みんなよく見てていくよ。右下見てていくよ。せーの、おい。ゲスト衝撃の事実見えた。ほらいるの。ずっとパーティーとして、ほらね、実はいたんです。ここなら休めそうだね。なるほどね。エーテルシリンダーで起動か。あ、きっとエレベーターが使えなかったんだな。で、電源が入ったと。
対。もも、動きましたもん。動きましたもん。これでエレベーターを動かせるはずも。さすがリクだな。こういうのに詳しいのがいると助かるぜ。これぐらい朝飯前も。ドヤ顔。よし、行こう。行こう。下に降りられそうだね。これで降りると。って、なんだこいつら。敵じゃん。面倒だな。雲。一仕事やるしかないな。時間を食ってる暇はないんだ。さっさとやっちまおうぜ。スパイダーか。マナナも戦いますもん。あちょー。マナナ。なんて無茶な。大丈夫ですもん。ちょっとだけドキドキしましたもん。見てるこっちはハラハラしたよ。まったくだぜ。無茶しやがる。とにかく無事でよかった。マナナ、料理以外でもお役に立てますもん。それを言うためだけに突っ込んだもん。行動で示すことが大事ですもん。鍋を投げてその上に乗るなんて信じられないことするもん。頑丈が売りの鍋ですもん。ご信用にも使えますもん。のぽん印の特別製ですもん。そういうことじゃないもん。マナナ、リクはね、マナナのことを心配してくれてるんじゃないかな。そうなんですもん。別にそういうわけじゃ。ありがとうですもん。でもマナナは大丈夫ですもん。だってよ、心配しすぎもよくねえってことだな。だから別に心配とかじゃないもん。照れんなよ、悪いことじゃないんだし。照れてないもん。ノア、なんとか言ってやってほしいもん。仲間に怪我してほしくなかったんだ。それでいいだろ。もうでも、かわいいな。リクの言うことももっともだ。これからは無茶せずに助け合っていこう。わかりましたもん。無茶はしませんもん。話はまとまったようだな。さあ、これで下に降りるぞ。マジ、あ、いいね。ノポンっていいね。かわいいわ。こうすりゃいいな。でもゼノブレイド1のノポンはあんま可愛くなかったけどな。よし、降りまーす。あとは待つだけだな。あ、はぐれた。マナナのやつ、ぶっ飛んだことしやがるな。そうだね、びっくりしちゃった。あれ、あそこの石光ってない？もしかして。もしかして。おい、これは違うもん。ただの石も。これは見分けがつかないね。そこは大丈夫もん。リクがいるもん。頼りにしてるよ、リク。任せるもん。まずはこの辺りを探してみるもん。これではなさそうだ。桃、それは別の時に使えそうもん。取っておいてほしいもん。うん、わかった。これでもないのか。ニクの探してるお宝、本当に見つかんのか。この辺にはないみたいだね。もっと奥へ進まないといけないのかな。遠くね。私の力見せられたみたいだね。
こんなに広い空間が。こっちか。うん、すごいね、ミオちゃん。で、到着。リクは本当に石が好きそうですもん。たくさん拾ってましたもん。ジェムストーンや鉱石はそこらに転がってる石とは違うもん。それにさっき拾った鉱石も使い道がちゃんとあるもん。マナナには分かりませんもん。リクはちゃんと見分けられてたし、そういうのに詳しいんだよね。まあ少しだけも。謙遜してんなよ。リクは集めんのも使うのもうまいんだぜ。余計なことは言わなくていいもん。余計なことなんかじゃないよ。好きなことがあるっていいことだし。そうですもん。よかったな、リク。石集めが認められてよ。鉱石とゲムストーンも。だいたい素材の調達から整備まで全部リクがやってるもん。大事な装備を整えてみんなが生きて帰れるようにするのがリクの務めもん。リクは自分の仕事をしてるだけもん。ランチとは違うもん。おい、俺だってそこそこちゃんとやってんだろ。そうなんだ、すごいね。そんなことまで考えてて。話しすぎたもん。らしくないことしたもん。そんなことはないさ。理解を深められるのは悪いことじゃないだろ。そうですもん。仲良くなれるのは大切なことですもん。仲良くなるためにもっとお互いのことを知れたらって思わない？なるほどですもん。お互いを知るのも大事ですもん。あ、そうですもん。そういうことなら次はマナナの好きをお見せしますもん。次って別に順番じゃ。お任せあれですもん。マナナの得意ですぐに分かってもらえますもん。あそこがいいですもん。休憩しますもん。ちょっと休憩。さすがにうめえな。歩き回ってるとこういう濃い味付けが体に染み渡ってくるぜ。ああ、不思議と疲れが飛んでいくよ。レーションばっかりじゃ味気ないし、こういう楽しみがないとね。えっへっですもん。体温さんのご飯が大惨事だからマナナ頑張って料理を覚えましたもん。そいつは初耳だ。やばいのか。やばやばですもん。効率よく摂取でき、持ち運びなどの機能面を重視した食事だっただけだ。それにあれはすでに改善されている。ってことは前はヤバかったってことだろ。でも私は好きだよ、体温の料理。ちょっと個性的な時もあるけど。大丈夫さ、飲み込んでしまえば大抵のものはなんとかなる。フォローになってないよ。それってフォロー？おかわりはあるもん。お、どうしたもん。なんだよリク、好物でも入ってたか。煽るな煽るな。ランツ好物とかじゃないもん。マナナの努力が伝わる味だったもん。それを残すのは失礼もん。いい子だな。チリチリジャコを隠し味に入れてましたもん。気づいてくれて嬉しいですもん。リクいいやつ、いい男だな。それは知らなかったもん。そうなんですもん。でも今知ってくれたからいいですもん。リクのおかわりは山盛りで持ってきますもん。あれでいいのか。美味しいからおかわりをしたんだよ。マナナもそれが分かったからきっと良かったんじゃないかな。それだけ嬉しかったってことだね。素直に言葉を受け取れるのはマナナのいいところだと思うけどな。素直すぎるかもしれないけどね。それに加えて無邪気であるというのがモポン族の特徴だ。素直で無邪気ね。リクも十分素直でいいノポンも。その目よ、しておくか。その目よ。リクだってジェムストーンや鉱石を探してるときすごく真剣だったもんね。好
きなことに本気になれるのは本当にいいことだよ。セナはいいやつも、ランツにはこういうところがないもん。おい、どうして俺なんだよ。この先リクの好きなお宝があるかもしれないな。じゃあ頑張って探さなきゃね。そうだったもん、この辺りにお宝の匂いがプンプンするもん。よし、一休みしたら探してみよう。了解も、絶対見つけるもん。かわいいな。かわいいもん。これはクモの巣なんだ。お、赤い石だ。あれ、ねえ、あれって、桃は、あれも、あれこそジェムストーンも、マナナが取ってきますもん。ジェムストーンは慎重に扱うもん。リクも行くもん。待て、リク、マナナ。リクとしたことが迂闊だったもん。待ってろ、今助けに。ダメだ、こっちにも来ている。ジェムストーンを捨てて、モンスターはそれが狙いみたい。これは大事なものですもん、捨てられませんもん。もうリクの不注意で巻き込んでしまって申し訳ないもん。ジェムストーンを向こうに捨ててほしいもん。リクにとってのお宝じゃないですもん。そうも、だけどそれを捨てればモンスターは向こうに行くもん。諦めるにはまだ早いですもん。もうこんなのピンチでもなんでもないですもん。それにリクはお宝は全部いただいていくって言いましたもん。でもノポンは戦わないもん。そんなことありませんもん。ミオさんやノアさんたちみたいにはなれなくても、リクとマナナが力を合わせればこれぐらいへっちゃらですもん。リクはそう思いませんもん。マナナ、サーマ、こんなところで諦めるなんてリクはどうかしてたもん。お宝ももらってモンスターだって倒すもん。そういうことですもん。くじけるにはまだ早いですもん。せーの、大成功ですもん。たく、やるじゃねえか、まんまるコンビ。よかった、戻ってきた。ご心配をおかけしました。ノポンの本領発揮はここからも。そうですもん、一人では無理でも二人なら力を合わせて戦いますもん。なにこのいい話。モンスターなんかにジェルストーンは渡さないもん。行くぞ、範囲焼き。ポカポカストーン。鍋はどうして、鍋は今。入ってきちゃった。まったく、どうなるかと思ったぜ。ああ、それにしても驚いたよ。リクとマナナが。
本当だよ、あんなに戦えるなんて。リクは優勝なノポンも、ノーアルノポンは耳を隠すもん。隠れてねえよだけど一緒に戦ってくれるならこんなに心強いことはないよ。心配かけてごめんなさいですもん。でもリクと力を合わせれば戦えますもん。それにちゃんとジェムストーンも手に入れましたもん。リクとマナナの頑張りのおかげだね。そうも、最高のお宝がゲットできたのはリクのおかげも。調子いいこと言いやがって。ひとまずの危機は乗り切ったんだ。このまま先へ進もう。そうだな、まだ行動を抜けたわけじゃない。気を緩めずに行こう。マナナ頑張りますもん頼りにしてるよマナナ。リク、リクは自分の仕事をするだけも。ツンデレ。超高純度のジェムストーン、ジンギロカニューリクアンマナナ。ヘナとか。おお。クラス説明、リク&マナナ。攻撃と範囲支援の両面性を持ったアタッカー。ダメージリンクを駆使して複数のエネミーを効率的に対処できます。これからも頑張っていくとするか。リクとマナナって案外いいコンビ。